ちょ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯は天むす、焼きさんま、鶏ももとイカの煮物でサラダで食べましょう。ちょ、あっちゃんです。いやもうね、お盆開けたらね、秋やね、秋の気配がね、すごい、もう気候がすごい涼しくなって快適になって、体力のね、奪われ方もかなりマシになる。ってことで、秋ってことでサンマ食べましょう。いただきます。今日スーパー行ったらね、お盆開けたらサンマって書いて売ってたね。そういうことでね、もう秋やなっていうことでサンマをいただきます。ちょっとね、顔が死んでるでしょ。今日ね、朝から良かったよ、悪くなかったけど、ちょっとお買い物行って帰ってきてね、でから機嫌よくやってた、元気よくやってたのよ。で、プラモデル作ろうもってやってたよね、眠たくて、で、なんか倒れるように寝て、でからちょっと起きて、プラモデルしようと思って、これ座って、ほんの30分ほど座って作業しとったら、もう腰が痛くなってきて、また出た。なんかね、また出たって、時々なんのよ。めっちゃ腰痛ね。その症状です。はい。ということでね、みんなに言っても仕方ないんで食べます。いただきます。うまい。3番前。でもね、レモンしよう。レモンじゃこれ。カボスか。カボス。絞って、ね。ね、醤油をね、大根おろしに醤油をかけて、ね、いただきます。あー、手がいい匂いしてるわ、カボスのね、カボスのね、このまんま、うまいじゃん。見て、むす、あっちゃんはね、エビがダメやからイカ天むす。目の焦点が合わへんぐらい、めまいするぐらい腰が痛い。今回かなりね、ちょっと重症でね、ちょっとやばい。めちゃくちゃ腰だよね。トマト、わかめの味噌汁、サラダを、腰痛ね、抑えてなんでなかったんやけどね、くしゃみじゃないの。大根、大根おろし、めちゃうまい。目がね、すごいのがおかしいぐらい腰が痛い。腰水やすとかね、
春やつとか病院で持ったるから病院でなんとかしてるからしゃべる。整形かなあかんのかな。脳出血の前に理学行って、また来週って言ってんのが脳出血したから行ってないの。みんな行ってないの。整形ってめちゃくちゃ待つのよ。半熟腰痛い。ライド苦いな。苦いけどうまいね。今日ね、目の焦点が合わへんのよっていうぐらい腰が痛くて、多分ね、腰から来てるんやと思う、これ。うん。さっきまでね、目は結構加減良かった。寝て、ね。なんか指もうまく動かへんって言い方おかしいな。うん。寝ろったとこ2回ん目がちゃんとしてないのかな。ちょっとそれは言い過ぎかもわからんけどね。目がね、ほんまに加減がよろしくない。マジで疲れてる、うん、まあ寝不足もあんねんけどね、今日はでもね結構寝たんよ。6時間ぐらい寝たからね。極力はあります。極力は完璧。迫力はね、あり余るぐらいあるよ。ないのはね、お金だけ。あ、そうね、今もね、貧乏暇なしでね。うん、何もないんだけどね。今ね、よいしょ。まあ、うまいわ。うん、秋といえば三枚ね。この前秋のね、気候がね、本当に続いてくれたらいいんだけどね。夏はめちゃくちゃ暑かった今年。
ほぼ引っ越してきたから余計やねんけどね、田舎から、まあ、こんだけね、ちょっと、ね、町出たらこんだけ違うんやろ。東京とか行ってもっと暑いやん。日本とか行くときはね、空調万全なタオマやろと思うけどね。あ、向こうで一戸建て建てるならやね。奈良はでもね、住みやすいんだよね、結構。結構奈良県はね、住みやすくてね、で、なんやかんや言うてね、交通のアクセスもそんなに悪くないね。大阪出んのに1時間、まあ、あれは大阪出てるしね。で、まあ、車で行ってもね、まあ、まあ飛ばしゃいいけど、飛ばしゃ1時間ぐらい。ゆっくり行っても1時間半もあれは行けるしね。で、ぶっ飛ばしたらもっと早い30分ぐらい行くのに、あかんね、危ないで、そんなしたら。行けたりもするしね。で、東京行くのもね、新幹線乗ったらね、なるほど、4時間京都まで1時間、京都から2時間、3時間まで行くんちゃうかな。高いけどね。で、向こうまで1時間ちょいでしょ、飛行機で約1時間でしょ。3時間また東京行くの。だからまあそんなにアクセス悪くもないしね。もうじきリニア少しね、まだ使えへんけどね、奈良通るみたいしね。そうやって考えたらね、奈良はまあまあいい場所じゃないよって思うんですね。なんか奈良にちょっと持ってくるって話出たけど、まあ理にはかなってんのよ。ドンキのね、この紅生姜ドレッシングお砂糖のチャンネルちょっとかけて、紅生姜じゃんガリ、かける紅生姜って言われたの、うまいで、なんか誰も、誰もちゅうか、腰、ここ座ってるとね、どうしても腰が固定されるんよ。余計やと思う。このここにね、座った方がね、しやね。プラモデルとか作ったりね、作業作ったり、ご飯食べるのが、ここやね。なんか余計きついんやけどね。ああ、腰痛い。喋るようがないぐらい腰で、
だよね。あの腰に負担かかってんだよな。これがまたね、2、3日続くね。2、3日どころじゃないかな。安静にして寝とんのは一番やけど、今動かんとしゃないしね。もう明日明後日や。てか今週は予定入れてないからね。まあどこも行かへんからな、なんとかなるけどね。そんなことじゃなしに、言いたいのがしんどい。それ。うん。しんどいな。煮物の煮方なんでこんなうまいんだろうね。うまい。あ、もう腰痛い。ちょっと動画止めて、ちょっと横になるわ。腰痛いね。ということで今日のあっちゃんの晩ご飯、まああと寝転びながら食べようかな。足までしびれてきた。ということで、今日のあちゃんの晩ご飯、一旦この辺でごちそうさまでした。では、この後ゆっくり食べたいと思います。では、またね。バイバイ。めっちゃ腰痛い。みんなのいいねがいっぱいあるとね、腰痛いになると思う。ぜひぜひ、いいね押してください。よろしく。あと、応援コメントもよろしくね。